ハンナ・ガブリエルは、コスタリカ出身の女子プロボクサー。元 WBO 女子世界ウェルター級王者。WBOWBA 女子世界、スーパーウェルター級王者。コスタリカでは、男女のプロボクサーを通じて、初の世界王者。夫は元 WBA 世界、スーパーフェザー級暫定王者のブライアンバスケスで、世界初の世界王者同士の夫婦でもある。 2007年11月17日、サンホセのヒムナシオナシオナルでデビュー戦を行い、3回10秒 TKO 勝ちを収めデビュー戦を勝利で飾った。2008年9月13日、リモンでレイチェル・クラークと6回戦を行い、4回2ダウンをキッシュタが1から0の判定で引き分けた。2008年11月15日、サンホセ州でサンパラドスでナイエリ・バスケスと対戦し、 2から0の判定勝ちを収め WBA 女子フェデラテンスーパーウェルター級王座を獲得した。2009年4月18日デサンパラドスでナイエリバスケスト再戦始発防衛に成功した。2009年9月26日アメリカ領バージン諸島シャーロット・アマリーで元 WBC 女子ミドル級王者のイボン・ネレーズと対戦し3から0の判定勝ちを収めた。 2009年12月19日、ニカラグアマナグアのエスタディオデニス・マルティネスで、ガブリエラ・マルセラ・ザパタと、WBO 女子世界ウェルター級初代、王座決定戦を行い、4回1分1秒小勝ちを収め、コスタリカで男女を通じて、初めて世界王者誕生した。2010年1月14日、WBO 女子世界ウェルター級王座を返上した。2010年5月29日、 プエルトリコバヤモンのコリセオルーベン・ロドリゲスで、グレーディペイア・ールバレスと WBO 女子世界、スーパーウェルター級初代王座決定戦を行い、初回40秒 TKO 価値を収めに階級制覇を果たした。2011年1月9日、ウルグアイ・プンタデルエステの、ホテル・コンラット・プンタデルエステリゾートカジノで、メリセンダ・ペネスと対戦し、10回1分4秒、 tk o 勝ちを収め初防衛に成功した。2011年3月31日、サンホセのエスタディオナショナルデコスタリカでメリセンダ・ペレスと対戦し、7回1分18秒、tk o 勝ちを収めサ2度目の防衛に成功した。2012年1月7日、エレディア州、エレディアのパラシオでロスデポルテスでダコタストーンと対戦し、8回 tk o 勝ちを収めサ3度目の 防衛に成功した。2013年2月28日、サンホセ州ティバスのエスタディオリカルドサプリサ合まで、オクサンディアカスティーヨと対戦し、プロ初黒星となる2回2分45秒を、TK 大負けを喫し4度目の防衛に、失敗、2年9ヶ月保持していた王座から陥落した。この試合の前座で、夫のブライアンバスケスは、再起に成功した。 2014年12月20日、プエルトリコカロライナのエルソンファンリゾートカジノで、オクサンディア・カスティーヨの王座剥奪に伴い、パティラミレスと WBO 女子世界、スーパーウェルター級王座決定戦を行い、2回小勝ちを、収め1年10ヶ月ぶりに王座に返り咲くとともに、再起に成功した。二千十八年六月十二日、空位の WBAIBF 女子世界ミドル級、 王座決定戦でクラレッサシールズと対戦し、1回に右アッパーでダウンを奪うも10回判定で敗れた。ありがとうございます。